ちゃん、うん、あ今からねマッチングアプリで知り合った周平さんっていう人と会ってくる。うん、あ顔は結構塩顔のイケメン。うんうん、またどうなったか教えるね。はーい。マッチングアプリの人、マッチングアプリ、あ、いた、美里さんでしょ。おまた、俺周平周平さん、うん、いや、アイコンと違うんで多分その画像はうちのバイト先の店長、え、尊敬してるからアイコンにしちゃったぜ騙された。騙されたけど理由に悪意がないどうされました。あ、これ今前髪伸ばし中なの伸ばして伸ばしてね、顎の下まで伸ばすの、伸ばすんだ、伸ばすんです、伸ばすのよ、伸ばすでごわす、伸ばすでござる、伸ばすでやんす、どの俺が好き頭だ、どれもピンとこなくてうわちょっと面白そうやな、話聞いてみる。しげさん、お住まい出身どちらなんですか。東道大森。東道青森、うん、東道大森、青森、東道大森、大阪の下だよ。あ、東道、あ、その南とかじゃなくて大阪の下東道大森すいません、ちょっと知らない。わかった、じゃあ特別に教えてあげるよ。はい、東道大森っていうのはね、俺が作り出したサイバーシティなのだ。犯罪がはびこってんだ。お前が取り締まれや。しげさん、結構こういうマッチングアプリ使われるんですか。今日で10回目。あ、結構使う。うん、でもうまくいかないの。その毎回毎回さ、エッチまでは行くんだその先がないんだ、彼女が欲しいのに。ごめん電話。そこまで行けたらもう上等やって。もしもし、え、サイバーシティに敵が攻めてきて、すいません、一緒にサイバーシティを救ってくれませんか。ちょっとサイバーシティで休憩しましょうその方法で10人行ってるんやおもろそうやし